2021年の10月12日午後5時の生放送ですね。今週も火曜日、こぎつけました、それでですね、もう早速入ってくださってる方がありましてですね、もう入って本題に入っていきたいと思います。で、今日はなんだ、昭和ビュー昭和の音と美と技とエナジーっていうのかね、そういうサイトが見つかってですね、でまずですね、その中にまあいろんな事柄が取り上げられてるんですけど、あの頃のお笑い芸人さんたち、1970年っていうのがありましたね。この何の番組なんでしょうかね、お笑い芸人さんたちが次々出てくるんだけど、もう次は俺の番だ、次のは俺の番だっていうことでね、前の人をこう押し抜けって出てきちゃうって、それがなかなかね、この時代の勢いっていうか、それを感じさせましてね、これが面白いので、まあ、それをそのまま見ていただこうかなっていう趣向ですね。これがですね、どれを私は知ってるか知らないかっていうようなことをね、皆さんと一緒にまあバーバー言いながら、右と左をちょっとこう、まずこう映ってるのがね、かしまし娘かしまし娘、ご存知でしょうか。動画の方はこっちだね。音が出るかな。昔は子供さん方に坊や大きくなると何になるのって言ったら、ちっちゃい口をパクったけど、大きくなったら兵隊さんですなんてこと言ってたんで、ちょっと待って、なんか止まっちゃってますね。あ、出た出た、こういう風にね、次ね、次はてんやわんや、それはまた押しのけてくるわけですね。その次出てくるのはこれがかしまし娘、大きなかしまし娘、誰が言ったか知らないが、で言ってる間にまた次、これは誰だっけ、これは誰だっけ、男子か、男子若いね。立川男子。立川、これは遠鏡さん。遠鏡と男子が並んでるってね、珍しい絵ですよね。これをまた押しのけて、ああ、嫌になって、牧真嗣が出てくると。そういうことですね。もう次々出てくるんですよ。これで半分ぐらい。これは、なんだっけ、ダブルケンジ。そしたらまた出てくる。この、カッパさんね。宇多田圭介。にぎやかですよね。ちょっと時間が長いよね。ほんでまた出てくる。あれ、あい、東京ボンタっていう。あれ、昔ね、緑色の唐草模様だった気がするんだけど、ピンク色の唐草模様ですね。これ何？なんとかトリオ。何トリオだ？何トリオだ？これは。で、これ、今度は、なんとかカルビ、ドンキーカルテットっていうんですか、まだ5分も経ってないんですよ、右あたりですね。あ、また後ろから押しのけて、あ、これは三遊亭円楽で、細長い顔してね、出てくるわけですね。何を。あ、なんか正義は必ず、これもよくテレビ出てるわけですね。林家三平。こうやったら笑ってくださいとかね、これがギャグなんですね。あ、なんか長いことやってますね。またこの後を、ああ、なんとかスカイライン。ね。これは、これも割と有名な人たちですね。コロンビアトップライトって言うんだね。いやー、にぎやかですね。私、この部屋にね、一人でいますからね、この賑やかさがひとしをこう身に染みるっていう感じですね。でもずっと。腸内フローラと大腸バリアを改善して。ちょっと待って、これはね、楽天のコマーションですね。これの同じ、これに、まあいろいろ昭和ね、これのワンコーナーで、さっきの芸人さんのがね、あったわけなんですね。で、いろんなネタがある、昭和ビュー、昭和の音と美と技のエナジー、
どんなネタがありますかっていうのをね、まあ順番に見ていこうかなと、まあそういう趣向なんですよ。ですが画面がごめんなさいね、くしゃみがね出ましたね。昔あのハクション大魔王っていう漫画があって、カンちゃんがハクションってやったらね、魔王がね飛び出してきて、それはどんなね命令でも聞いてくれるっていうね、そういうこう漫画がありましたけどね、ハクション大魔王がね出てきてくれたらいいのになと思うんですけど、まあなかなかね出てきてくれないだろうっていう話ですね。でこう私こうウイルスとかですね、細菌が私のこうハクションに含まれていたとしてもですね、あの熱湯を通して映る気遣いはまあ 100% ないだろうと、どうもすいませんってね先ほどのこのお笑いの歌詞だ、 Y さんがだいぶいろいろ書いてますね。妙とぜんざい、あこれも出てたかな、妙とぜんざいも出たかな、かしまし娘とかね、どんなんが出たかっていうおさらいでね、王さんが魔王は食い娘っていうことで、先ほどの私のねコメントに、話に対するコメントでね言ってくださってるわけですね。それでこの昭和を懐かしむ、まあね行きましょうかね、画面をひっくり返ししてまあ昭和の時代へということでね、これね何スマイルバッジって、このサイトね結構こういろいろ載ってるんだけど、一つ一つの説明がね結構ねあのあっさりしてるんですよね。そんな詳しい説明は、だからこれ私スマイルバッジって何年ぐらいですかね、1971年に流行った、だから缶バッジでね、これを胸のとことかつけるってそれだけのことなんですよ。それでね微妙に顔が違うって、その頃のスマイルと今のと、このね笑っている口がねスヌーピーの笑い顔を連想させる、当時のはそうだったかな。それでねこれああなんかね今ね下の方まで出してたのがね、あの消えちゃったんだ。だからね我ら青春とかね、これはテレビドラマですね。ちょっと待ってよ、ハウスゼリーエース、こういうやり方をするんですね。新しいタブで開くっていうので開けば、さっき開いてたのがねそのままにこっちに別のタブで開かれる。ゼリーエースってのはお菓子の名前でね、あのぷよぷよっとしたお菓子ですね。表現、自分のお家で作る、そういうね粉を溶かして、でこう型に入れて冷蔵庫に入れておいたらね、こう弾力性があって舌触りがいいね甘酸っぱいお菓子ができるって、そういうものですよね。そういうもの、これでハウスなんとかプリンとかっていうのもありましたね。自分の土の子、土の子を昭和という括りで懐かしがってる、土の子が騒がれたっていうことが昭和なんですね。この絵がこれですね、72年73年あたりに土の子ブームというのがあった。だからこうヘビの仲間なんだけど、これがこう太くて短い、長さが40から50センチ、なんかね怪しげですよね。そしてねホンダ CBX400F とかね、そういう系統の話がね、サインは V って、これはバレーボールですね、これはドラマでやってますけど、サインは V ってこれアニメでやったんかな。ちょっとこれ開けてみましょうかね。あ一番最初のね芸人さんたちが次々出るのと同様ね、なんか次から次へとね、スポコンもの、岡田カーイさん、カーイさんって読むの、何て読むの、あ稲妻落とし、 X 攻撃あ X
稲妻落とし X 攻撃とはどんなものかって動画があるんだろうか、ちょっと見てみましょうかね。これが稲妻落とし。X 攻撃。まあなんかちょっと現実味がない話題ですよね。ボールがこう稲妻みたいにジグザグになりながら落ちるとかね、バク転みたいなのしながら打つとかね。サザエさんの堀内恵美のサザエさん実写版、ちょっとねどんなんなんですかね。サザエさん未だにアニメでやってますもんね。東芝の提供でなくなっちゃってね、いろんな小さいスポンサーがついてね。サザエさん実写版、ちょっと待って、どんなんや。絵が出ないじゃん。そりゃもう美人でってね、自分で言ってもしょうがないだろ。ちょっと待ってよ、私の顔を出さないとね。私の生放送なのにね、なんか画面ばっかり見せてたらね、よくないですよね。画面ひっくり返し、左右ひっくり返しもしないとね、いけないんですよね。こういう形でね、サザエさん、サザエさんとっても美人でとかね、そんなんあったんだよね。テレビでやったんですね。金煙パイプのコマーシャルとかね、ソニーカセットデンスケなんて言ってますよ。まことちゃん、まことちゃんってのは梅津さんだったかな、怖い漫画ばっかり描いてる人が。このまことちゃんっていうのはなんか面白いね、いつも鼻水垂らしてる幼稚園児みたいなね。これが1976年からだったんですよね。メルセデスベンツとかね、粉のジュース、それから鉄腕アトムが1963年1月から1966年12月まで、これはテレビで放映されたっていうことなんですかね。鉄腕アトム、ちょっと開けてみないといけないですね。これ、なんかこれね、動画がね、オープニングテーマでしょうか、出てるのでね。まあ、皆さんとこれはね、シェアしましょうかね。ちょっと待ってね。画面ひっくり返し、鉄腕アトムが出まして、で、これは左右ひっくり返しないとね、あ、懐かしいとかね、言ってくれたらね、Y さんが言ってくれたらね、出した甲斐がありますよ。こういうオープニング。行くぞアトム、他の限り心優しい、ララララ科学の子、万馬力だ鉄腕アトムちゃんのね。なんかアニソンコーナーみたいになっちゃってますね。アニソンコーナーみたいで、またこうひっくり返しをねやってですね、自分の方をねちゃんと左右ひっくり返しもね、その都度ちょっとまたひっくり返しちゃったね。ひっくり返しなんかね、オセロみたいな感じになっちゃってますけども、鉄腕アトム懐かしいですね。これを1963年っていうのは、まあテレビで放映したのが初放送がね、ご覧の通り白黒ですよね。だから手塚治虫さんがあのディズニーを見てね、憧れてね、自分も日本でああいう漫画を作ってみたい。で、こう、システムを作ってね、システマイズをして、まあ、手抜きといえば手抜きですよね。で、アニメというのができるシステムを作っちゃった。でもね、手塚さんがね、
手を抜いて作るのがすごくうまくやりすぎちゃって、アニメーターのねこう待遇とかね、すごいアニメそのものはものすごい売れてね儲かってんのに、アニメーターがすごいブラック企業で働かされてるというのはそこに根があるんだっていうようなね批判をすること方もあってですね、まあ物事っていうのはね、いろんな要素があるもんですね。もっとあの日本のアニメっていうのはすごいこう儲かる産業になったんだからね、実際にこのアニメを現場で描いてる人たちがね潤うっていうかね、ブラックでない状況で働けるようなね、日清ちびっこのど自慢、これなんか見た覚えがあるからね、ちょっと見てみましょうかね。日清、これね大村健さんとかね、そういう人がしか、大村健さんってね確かねクリスチャンの系統だったと思う。大村コンか、ちょっと待ってよ、ひっくり返しましたね。どっこい大作って、どっこい大作ってねありましたね。どっこい大作出てるかな。今ねちびっこのど自慢を出そうとしているのですが、ちびっこのど自慢を出して左右ひっくり返しして、これがね、これ動画があるんだろうか。こんちゃん司会ちびっこのど自慢、こんな感じ。なんか断片的だよね。確かね、あのね、昨日覚えた歌だけど、テレビで覚えた歌だけど、これちびっこのど自慢じゃなくって、なんか家族対抗歌合戦みたいなね、全然違う番組ですね。だからコンセプトとしては、なんかちびっこ本人が出るとかね、あるいはこう家族で出てね、聴取者であるだけでなくって、どんどんこう素人さんがブランカの向こうにね参加して、まあそういう流れの番組ね、楽しい時代ですよね非常にね。昨日覚えた歌だけど、テレビで歌覚えた歌だけど、下手でもいいから歌わせて、みんなみんな集まれね、自慢をしよう、おおお、こんちゃんのこんちゃんのとんかとんかちのど自慢だったと思うわ。それ、こんちゃんのとんかちのど自慢っていうね、さっき出したのと別番組ですけども、大村コンさんね、大村コンさんって何者なのかなのかなっていうね。これからなんだ、松田キャロル、車が出てますね。グロリアスパーデラックス、ちょっとね車体だけねまとめて出しましょうかね。こういうのがね好きな人もおられますので、写真だけこう出すとですね、まあ車は別に左右ひっくり返しにしてもね、どっちにしてもいずれにしてもね左右対称なんだからね、いいわけで、今一瞬だけ写しましたね、うん、これから次行きましてですね、映画ジョブズ、これはまあ昭和、ソニーカセットテープレコーダー、ナポレオンソロとかね、あ、天と地と、スター誕生、スター誕生って見てみましょうかね。1971年からって出てるわ。スター誕生をね出したところでひっくり返しをねパッとね、これいくつね紹介できるかってな話ですよ。スター誕生、山口百恵、回転木馬、振り返るとものすごいスターを量産した番組でしたね。あ、スカウトマンのプラカードが上がる瞬間興奮しました。あ、私ね子供だったからな覚えてないけど、これは何ですか、山口百恵が登場したとこなんですかね。101番とかって言ってるよ。だからこれが山口百恵がプロデビューをする前なんでしょうね。この番組で見出されて、プロの山口百恵っていうことになった。だからさっき書いてたように、
何スカウトマンのプラカードがパッと上がったら、あ、この人はスカウトされたね、プロとしてこれからやっていきます、あ、ということですね。うまいね、山口百恵、実名とかって書いてますね。うまいね、プロ裸足ってプロだもんね。それでこれ何歳まで歌ったんかな、もう自分は、やめて普通の、女性に入りますっていうね、もう鮮烈なやめ方をしてね、いまだに全然そのメディアに出てこないって、もう伝説の人物ですよね。番組の企画者は審査員の一人である悪友ですね。あー、なるほど。番組の名付け親はチーフプロデューサーの池田文雄さん。明日のスターを夢見る人のための正統派オーディション番組であったと。毎週厳しい予選を勝ち抜いてきた 5,6 人程度の挑戦者が、まあ、歌合戦形式で実力を競った。これがスター誕生ですね。いいですね、実力主義でね。こういう番組またやったらいいのにね。だから今はなんかこう何こう利得関係みたいなね、今こう仕込まれててね、予定調和みたいなね、そういうんじゃなくて本当に実力のあるね、上手い人たちが出てきてね、実力を競うようなね番組をねやればいいのにねなんかね、いやですね、昔の方がそういう点は良かったですね。これからこう何何、もうそろそろね、あ、田舎っぺ大賞あたりでね、田舎っぺ大賞って今 Y さん言ってたんかな、ちゃうかったかな、あ、 Y さんが言ってたのはなんだっけ、もうね、コメントでなんか出たなっての覚えてるんだけどね、田舎っぺ大賞のテーマソングとかって出せるかな、ちょっと待ってよ、出してみようか。田舎っぺ大賞を聞きながらお別れっていうことにしましょうかね。なんかよくわかりませんけど、あれさえひっくり返ししてですね、田舎っぺ大賞ピーヨロヨロヨロとかってなぜか言うんだよね。そうそうそう、あ、懐かしい、音がちっちゃいね。三つ未来の大物だ、大ちゃんあっちょれ人気者、てんてんてんかのえ田舎っぺ、わわ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 、一つ弱気は見せないで、五ついつものもげいこ、期待抜け抜け、得意技ということで、もうキリがありませんので、この辺でね、それでお聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送ね、これにて失礼いたします。7時からまたあるはずです。それでは失礼いたしました。